はい、花組対戦コラム2やっていきましょう。いやー、だいぶスミレの何回も負けまくったので心が折れていたのと、でもその後にね、ちょっとあれ見ましょうか。イベント、はい、隠しキャラで、はい、これですね、帝劇三義娘、こちらですね、演出家争奪がクリアできましたので、私たちが演出家ですね。舞台が成功するように頑張りましょう。いいですね、これ。普段はね、脇役扱いの三人娘が、後の方のシリーズになってきたらね、彼女たちにも信頼度が出てきたりとか、こうデートができたりとかっていうのがあったりしてね、少しずつスポットが浴びてきたキャラクターですが、こうやって三人娘が前に出てくる場面があるとすごくいいですね。さて、三人娘の方もクリアしたんで、12人中4人クリアしました。少年レッド、あの人そろそろやりましょう。ちょっとまた仕切り直しになるので、改めてストーリーの映像を流しています。帝国歌劇団が、出し物少年レッドを日替わり配役でやっていて、主役争奪戦を、今日もやっていますというストーリーですね。いいですね、このお稽古の様子ね。はい。メインヒロインさくらをクリアするまでやりましょう。ちょっとね、この3人、スミレとマリアと、あとレニですね。おわわわわ。はい。はい。この3人でやっていきながら、それぞれのキャラクターの特徴とか、勝ち方とかも分かってきた感じがするので、さくらで今やれば、エンディングは早いんじゃないかと思います。頑張ります。主役の座はいただきます。どうかな。一応、自分で慣れてる山作戦でいきましょう。最初の相手はお、あなたに主役は譲れませんよ。トップスター直々に初戦のご相手をしてくれますね。それではいきます。さあ、実力も上がってるはずです。私も勝たせてもらいます。まあ、まず共通して言えるのは、とにかく先手を打つことですね。先手をとにかく打つことで、根も張って導火線も103作ること。はい、いきましょう。まず地層を積みます。はい、いい感じじゃない？いい感じじゃない？はい、あー、間違えた。置く場所間違えた。ずれちゃったな。何度も言ってるけど、なかなかこのドリームキャストのこの十字キーの扱いっていうかな、難しいんだよね。青からですか。でも黄色の斜めの導火線消しちゃったな。まあいいや。こうして攻撃が来るな。こっちも攻撃で、スミレの攻撃は段数がそんなに多くないけれども、時宝石のカウントがちょっと大きいってとこですね。山作戦向こうも使っているから、連発でパンパンと攻撃が来るっていう可能性は小さいけれども、レベル3の攻撃をされた後とかだったら、ちょっとその後のレベル2の攻撃もう一発来るケースに関しては気をつけなきゃいけなさそうですね。さくらの攻撃6段か、6段ね。オッケー、覚えた。よし、とりあえず初戦難なくクリアすることができました。すみれさん、ホストの役よろしくお願いします。はい、2試合目いきましょう。はい、本物の少年レッドコーランと勝負しましょう。まあ、もうだいぶ他の動画で散々喋っていますが、コーランはとにかく攻撃の段数は少ないけれどもトキ宝石のサイコロの目が非常に大きい状態で落としてくるので攻撃の手数を増やしてくるだろうという読みでいきます。もう山作戦か、山作戦の高覧ってちょっとどうだったっけ、イメージがそんなないな。うん、結構いいな、なんか綺麗に連鎖が発生するようになってきた気がするな。積み方がうまくなったかな、あまりそこはまだ意識しきれてないかなと思うんだけど、はい、いいね。2連鎖3連鎖そんなもんかな。よし、ゲージロスもそんな今は少なかったでしょう。さあ次だな、次の一手が打てるまでの時間がちょっとかかっちゃうな。ここでもうちょい、あーでもちょっと厳しいな。コーランの攻撃の段数が少ないから今はなんとかなるけども、あーなんとかならない、あーやり直し、ダメか、もう一回最初からですね。これ体どう入ってるんだろうな、気になるなはい、やり直します。はい、2回目です。作戦は山でいいでしょう。さくらさん、あなたに主役は譲れませんわ。それではいきます。はい、2回目のトライです。正直なところ序盤で負けたからまだ精神的にはちょっと楽だな。7人目とか8人目で負けた時と比べるとちょっと穏やかにできるな。はい、いや本当にね、だからまだこれやってる段階は編集してないんだけど、すみれ相当負けたからね。そもそもレニとかマリアとかの動画を撮る前の段階でかなりすみれをやった後だから、またその負けて終わりの動画を作ってアップはしたくないなと思っていて、それじゃあちゃんと勝つまでそれが何回負けたとしてもやろうってこだわってたらとんでもない展開になっちゃったからね。まあ詳しくは多分別でアップしてるだろうすみれの動画をぜひちょっとご覧ください。一人ただの男子がめちゃめちゃ苦労してずーっとパズルゲームしてるだけっていう誰のためにやってるかって言ったら、あーもう、あーしかもずれちゃったよ。やばいよ、防御がしたい、はい、防御 OK。 あーよかったよかった、もうちょっといい流れではないですね。お、ちょっと予想外にスミレが防御をチョイスしたな。防御チョイスしたのになんか俺にはすげえ落ちてくるし何なのもう、あ、これ斜めでいいな。消せるとこ消さないとな。回復できるかな、これもうちょっと一回防御にしちゃおう。で赤の斜めにしてちょっと一回フィールドリセットしないとな。赤をここにやって、で緑ここにすれば連鎖になるでしょ。いやーならなかった、しまっちょ。 OK、 隙を見逃しませんでした。これはラッキーで勝ったな。ちょっと2試合目頑張りましょう。それではいきます。よし、さっき負けた、コーラに負けた時は山作戦だったから、またちょっと新鮮な雰囲気でできますね。どうしようかな。ここで赤を一番下段に積んでおくか。緑の導火線を作るね。紫の導火線を作って、で、ここは青の導火線作ることにするか。で、黄色の根を張った状態にして、紫隣接させるか。で、赤の導火線作って、これ見えないけれども、緑の導火線がある状態になるね。で、どうしようかな。3列消し。止まったなんもね、もう、顔撮ってないから分かんないんでしょうけど、ちょっと今、ドヤ顔してたんですよ。誰にドヤ顔見せてんのって話ですけど、ドヤ顔って誰も見てなくてもするんだなって今、無意識に思いましたね。どうしよう。ためよう。ちょっと我慢しよう、ここは。でもな、あんまりこう綺麗にいかない感じするな。赤で、赤の斜めを置いて、どうしようかな。こうするか。で、黄色を斜めで消して、紫の連鎖、緑の連鎖が発生する。こんなもんか。1階で魔法石か。幽霊にしたかったんだけど、上が3段丸と出てる状態だから幽霊連鎖はできませんね。この動画から見てる人もいるかなと思うので、ちょっと解説すると、幽霊連鎖っていうのは、上に積んでいる、例えば今の一番右の段、右の列ですね、にあるみたいに、2個しか出てないような時とかに、上の1個とかが隠れてる状態に置くと、そこは実は消えないんですね。今、青が一番上に隠れたのがわかるかなと思うんですが、はい。でもちょっと苦しいな。幽霊連鎖の解説してたらちょっと積み上がりすぎてしまったな。悪の斜めで、ちょっと厳しい展開になってきたな。うわー、またダメか。苦しいな。負けたー。負けてない。オッケー。魔法石、これだ。幽霊連鎖いきますね。黄色でやって、で、今見えてない魔法石は有効になって緑に落ちていきます。これが幽霊連鎖ですね。 OK。 よしよしよし、ちょっとリセットできました。ちょっと今のは運にも恵まれたな。こういう運がいい時の試合っていうのは絶対逃したくないですね。よし、青で着火しましょう。青と黄色で着火。一気に少し消えるか。でも時宝石邪魔だな。これもちょっと魔法石で、ダメだ。落ちてくるスピードが速すぎて一番左に乗せられなかったな。ちょっとな、今の苦しいな。ちょっとやっぱ落ちてくるスピードが速くなってきてるからコントロールが効かないですね。左右まで運べないです。落ち着いて落ち着いてプレイしましょう。青、そっか、これはあれだな、次元爆弾状態だけど、青が先に消えて、で、黄色の斜めからいくか。ほんで、緑でまずこれいくか。縦横十字で消して、これも魔法石でいくか。一回紫で、ちょっとコーランのフィールドがコンスタントに綺麗なので、それはまあこっちが攻撃してないっていうのも大きいんですけどね。少し様子を見て、決められるときに攻撃決められるようにしましょう。また落ちるスピードちょっと速くなってきたな。もうこの辺からは時宝石が自動で降ってくるようになってくるから、あまりタワーを積まなくても多分連鎖を発生させられるんじゃないかな。ほら、こういう風にね、2連鎖になって、で、はい。思い通りにいかないっすね。よし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 。どうしようかな。このぐらいの段数が溜めて、多分3いくでしょ、レベル。すると攻撃で決着がつくよね。 OK、 勝ちました。ちょっと意外に苦戦したなぁ。ごめんなさいコーラン。スクーター頑張ってね。オッケー、スクーターに乗ってる人がスクーターになりました。それでは行きます。まだ2周目だから正直体力的にも元気です。いやーもう何度も言うよ、スミレの何回も負けたのちょっと本当に体力消耗したわ。やめようかなって思ったもんねでもやめらんなかったんだよね。やっぱコンコルド効果ってやつですよよし、じゃあちょっとまず消しましょう。青斜め消してためる緑でやってどうしようかな。紫着火するか、もう着火しようか。よし、でいいね、4連鎖。まあでもそっか、そこまでいかないのか。レベル3がたまに切るかなと読みましたけど、ちょっとそこまでいきませんでしたね。よし、2連鎖で OK、 ちょうどいいぐらいでしょ。でどうするかな。はい、着火して。どのぐらい連鎖いく？こんなもんか。でもまあこうやって攻撃を繰り返していけば、あーでも怖いぞ、来るぞ攻撃。はい、黄色でまず時宝石ちっちゃくして攻撃思い切り。ああもうよいしょ、はいはい、頼む、消えてくれ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 。よし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 、いいぞ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 。あー念のため攻撃したらとどめさせるかもしれないけど、ちょっと危ないのでやめときました。まあカンナももう時期終わりだろう。向こうも消えてきたかな。向こうも消えるか。いけるでしょういけるでしょう。桜の攻撃力なら決められるでしょう。勝ちました。3連勝です。強い戦闘員ですよ。カンナさん、戦闘員の服似合ってますよ。ほんとほんとその通り。それでは行きます。はい、行きましょう。はい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 。鈴木ですね。4人目の相手は織姫です。織姫がスミレでやっためちゃめちゃ負けた時の天敵の一人でしたね。あの日の記憶が、あの日って同じ日なんですけど今立て続けに収録してるんですけどよみがえりますね。黒が、はい、幽霊連鎖セットしました。これ赤今見えてない状態なんで、見えてない間は3個揃っていても、消えるのは無効です。はい、貯めて貯めて。理想はまあ山作戦はレベル3攻撃の直後にゲージパンと貯めてレベル2攻撃ができるのが一番いいですね。あ、意外にまだゲージ貯まらないか。どうしようかな。着火しちゃうか。ゲージロス生じるかもしれないけど、まあいいでしょう。ああ思ったよりだな。まあいいや、もったいないけどいいでしょう。さあよし、ここからまた着火して。どのぐらいいける？あーいけないか。早かったかな、まだだったかな、攻撃じゃなかったかな。はい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 。あー、オッケー。ちょっと今危なかったな。紙一重だ。織姫さん、博士の役お願いしますね。はい、順調です。次行きましょう。それでは行きます。はい、5人目はレニですね。結局この動画のシリーズとって一番最初にクリアしたのがレニなんですが、おかげでまあ強さはよく分かってます。オールラウンドだからこそ攻守どちらにも回ることができるので、なおのこと林作戦だから全てのパターンをよく分かってないといけないよね。せっかく折り返し地点まで来たので無駄にはしたくないんですがね。ただ今やってる挑戦の趣旨としてノーコンティニュー難易度難しいでやってるので、ノーコンティニューである以上はたった1回の負けで全てを無駄にしますからね。トランプ対戦スピード編の動画もあげましたが、あれとかだと日本選手なんですよね。ストリートファイターとかと同じようにね。ただこれについてはね、そんなことはないので、一撃なので、今週お互い攻撃をやりました。ちょうどタワーも積み重なってるので、連鎖が綺麗にいけばカウンターになるかなと思うんですが、よし、とどめをさせるでしょう。これならさせるでしょう。はい、5連勝です。結構似合ってるわよ、レニー。確かにかっこいいな。はい、6試合目いきます。はい、あと3人。強敵残ったな。非作戦だ。いやー、非作戦のアイリス来ちゃったな。怖いな。アイリスは攻撃力が意外なことに強いので、防御が強いっていうことが一番売りのキャラなんだけれども、攻撃力のパラメータも3だから、そこは劣ってないよっていうことを、よく分かった上でやらなければいけません。よし、どうしようかな。紫来ねえ。紫を隠したくないから今紫を待ってたけど、おしおしおし、でもいいね。3連鎖ストップか。はめて、グリーン。はい。はい。黄色、緑か。黄色、隠れちゃわないね。オッケー。一回攻撃して、とりあえず先手は打てたな。アイリスをできれば、でも今、もうレベル2枚溜まったから、非作戦はレベル3以降は防御禁止なので、アイリス当分防御できないですね。導火線がないな。導火線がないのちょっと痛いな。おし、でも勝ちました。OK、攻撃されずにやることはできました。アイリスがマサエの役、意外と面白いかも。いいですね。よし、あと2人です。さくら、手加減しないわよ。はい、マリアです。勝ちましょう。それでは行きます。以前撮った動画もこの7試合目のマリアでやられてしまってるので、多分ここが私の天敵なんだと思います。赤をちょっと露呈して、一回しょうがない、緑消すか。で、これもまあいいだろう。連鎖になって悪いってわけじゃないからね。まだです。頑張ってください。いきます。了解。はい、着火して。少し連鎖になるぐらいか。大連鎖にはならないだろうな。でも1手目の攻撃ができるね。とりあえずこれであれをどう処理するかな。あー、変なとこに落ちちゃったな、時宝石が。2連鎖で、あー、マリラのフィールドがちょっと簡単になっちゃったな。さてと、いけるかいけるかいけるか。これで紫で消して時宝石を戻して、まあちょっと良かったかな。貯めるか、様子は見よう。ここは攻撃でも良かったけど、ちょっと攻撃するには左から3列目が軽いかなと思ったのでやめました。ちょっと様子見よう。攻撃する勇気がないわ。6段だっけか、6段だよな。あー、でも意外にゲージたまんなかったな。意外にゲージがたまらなかったな。マリア非作戦だから、このままだとレベル4の攻撃来るな。レベル4の攻撃来るな。ちょっとゲージを消費するのは勇気がいりますが、攻撃をしました。どうかな、チャンスを献上してる可能性もあるしな。おお、よかったー、攻撃しないでくれたー。一番非作戦の恐ろしいレベル4攻撃が来なくて済んだってだけで、かなり気持ちが楽です。お、いいところに赤が落ちたね。黄色もこのままだと消えてくれるね。よし、勝てる？勝ったー。でもちょっと消えてきたなー、消えてきちゃったなー。攻撃は来ないけれども、今レベル3まで溜まったか。マリアがどうするかだな、この次。赤から消して黄色も消えるでしょ。すると魔法石か。どうかな、どうかな。どのぐらい消える、どのぐらい消える。ちょっと攻撃でいくか、攻めでいくか。緑越えで斜め消えるでしょ。紫、どうかな。マリア、決まれ決まれ決まれ。決着つかないか。防御、防御か。まあでもマリアの攻撃を塞いでるっていう時点では、その点だけを買って言えば OK。 ああ、よかった。攻撃させなかったっていうのが一番よかったね。攻撃は最大の防御だね。マリアさん、少年レッドはいただきましたよ。さあ、順調に7連勝しました。まだ今日2回目のチャレンジなので、このままいきたいですね。ファイナルマッチです。さあ、最終決戦、相手は主役を張れるかどうか俺が試してやる。よし、米田司令との勝負ですね。それではいきます。最終決戦、米田司令。勝ちましょう。この戦いいいですね。こうシリーズよくご存知の方ならわかると思うんですが、さくらがどんだけ修行してもなかなか得得できなかった必殺技「桜花砲身」、まあ後に新桜大戦で夜叉が使う技でもあるんですけれども。それを米田のおっちゃんが体を張ってねくれたおかげで、さくらが身につけることができたんですよね。大切なものを守る力が結果的に強さとして現れてくるということを、ね、恩師である米田が教えてくれました。あとはOVA アニメの、豪華絢爛で。さくらが結婚式に、まあある形でちょっと出席することになったんですけれども、その時も米田がお父さんの代わり、まあさくらは父親を亡くしてるんですけれども、お、時限爆弾きれいにできたな。父親代わりとしてね、米田が務めてくれたからね。すごくだからこのツーショットっていうのはいいものですよね。いいよな、親子はって、加山なら言いそうですね。ああ、どうかな、ためよう。ちょっと怖いけど。どうだ、判断ミスか、判断ミスか。ダメか。防御するべきだったかな。ああ、配役なしだ。あと一歩だったのに。ああ、米田の思いで喋ってたら負けた。諦めません、勝つまでは。